お願いします。YouTube Broadcast yourself、yeah. YouTube YouTube 主役は君なのさ。さあさあ始まりました、ガリベン太郎2021総集編。それでは皆さん、絶対に見逃すなよ、チェックダウン。いや DJ 効果、こんなまとめサイトは嫌だ。どんなまとめサイト、まとめサイトね、こんなまとめサイトは嫌だ。どんなまとめサイト、東国原のパンチラッシュ、いばー、次多分落ちたら出てくるな。最後まで見ますか、これ。落ちております。自立でしょ。わかったわかった。自立なんですよ。最近ね、吉本興業から独立する人多いんですよ。だからもうこれなんですよ。だから、小林、丸山吉本ですね。おいおいおい、ちょっと詰まったぞ今。ストリートピアノするぐらいうまいんかこれ。習いたてやろこれ。これはグイグイ数とか言えんぞこれ。何これ。歌うんかい。全然あれ遅れていってるみたいです。セルフを取る。当てるな。見てくださいこれ。見てくださいこれ。くさび型文字みたいなね感じの。え？ダイソン？いやダイソン中国版か。駅の近くで女性2人が重くそディープキスしてているじゃないですか。そりゃこっち見られました。なくしてた SI カードのありかが分かりました。よっしゃ。国語が57点、数学が84点、理科が102点、英語外国語が82点、傾斜かけて合計で 675.75 で、合格者最低点は 704.37 なんで、まあだいたい28点ぐらいかな。合格発表後でなんか OB 戦みたいなのがあったんです。まずそもそも一人怪我してきたんですよ。で OB 戦始まったらまた一人のやつが、あ、俺だ、俺だとか言って、そのなんか脱臼したやつおるとかがおるから、そのせいでなんか薄れたけど、実は僕捻挫してましたよ、みたいな。そうね、だからお腹が痛かったんですよ、今日。お腹が痛くて、こう、下半身のね、まあ大事な部分がです。で、まあ、大きくなってきたしね。あ、俺、もしかして命の危機かもしれんと思って。命の危機やから、命の危機やから、いや、音割れすぎ。大学入ってやりたいことですか？M1 に出たいです。そりゃお金あった方がいいけど、お金よりもやっぱり、そのね、お金を使う時間よりも仕事する時間の方が長いから、僕は仕事の内容を優先したいと思っているんですよね。都市のチューターがめちゃくちゃビジネス。応援しちゃったんだよ。え、俺俺いや、マスクしてるからできてるかどうかわからんやろ、お前。なんでこれやってん。じゃあ俺解いてと思ったの。あ、これ悪すぎておもろい点数取った方がおもろいんかなと思って。 YouTube の方が解いてる時にチリン時にね流れてもった。だから多分69だから69取ったんですよ。69ええでしょ。桜吹雪のさらいの空は出ませんでした。いや、オートのごもれ。さっきテリーと歩いてたトンコニスト、すっきり気のせいか。まあ分かりやすいんですけど、声ナダルすぎるやろ。声ナダルすぎんねん。
声なだるすぎるし、見た目花子の菊田やし、もうむちゃくちゃやん。ヒャダインにしてくださいって言ったコーナーになりました。エスカレーター逆乗りよった。第1位は、バス。京都府立医科大学です。得意。大外、大外狩り、大外狩り、ハサミ打ちです。大外狩り、勝利を決めました。さあ、決めるのか、大外狩り、ハサミ打ち、決めた。さあ、狩りの選手、金メダル。まあ、皆さんもね、ぜひ聞いてみてください。ファイヤー。YouTube 歴10年の人が知ってる題名じゃないよ。K1 から MMA 大臣とかボクシングからとかはよくあると思うんですけど、受験業界から大臣参戦は二刀流浪人生ガリベン太郎。寸大の前期のコース別順位っていう成績表が返ってきまして、それを結果がこちらです。はい、良いでした。ドキリスタルドッキリ、国語が80点中の、12点で偏差値 32.3 です。順位は7962人中7521位です。ケツから400番目ぐらい。点数は53点。一番見てるやん今。どんこにし、どんこにし、連打こにしに会いたい。いや、どんこにしのどんの部分で太鼓の達人しとるやないかい。今僕東大を目指して浪人してるんですけども、東大受験失敗したら芸人になります。T シャツ、24時間テレビパーソナリティみたいな感じになってますけど、チャンネル登録者300人ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず一番後ろの席で座ってください。で、国語を受けてくださいみたいになって、そしたら前になんか知ってる顔のやつがあったんですよね。ね、友達やったんですよね。そいつもお金を払うのを前日まで忘れとったから、それでまあ言ったら島流しですって。だから1時ぐらいに寝たんですよ、2日前ぐらいにね。だからまあそうですね、まあ、粗品のせいで落ちたと言っても過言ではないかなと思います。いや結構おめでとう。 Tinder めっちゃ面白くない？ Tinder マジでおもろいとか言い出して、何言ったのこいつって思って、よう聞いてみたら、ティンダーマジやばいよ。ほんまティンダーやばい。ほんまティンダーやばいな。ほんまティンダーやばい。ティンダーやばい。全部私のせいにしていいよ。兄弟実践できなかった理由、普通にこいつのせいらしい。かっこ N 番煎じ。いや、一番煎じでも思んないわ。インクレディブルっていうポエムが、胸が苦しいなんてものじゃない。重力がここだけ大きい。ここだけ重力加速度が100ぐらいあるんちゃいます。まあ、あとさ、天心知ってる？天心、天心最近中国内で大人気やん。中国内で、あー、まあエロ詩吟じゃなくてエロ監視でもやったんかな。クリスマス村、クリトリス、通報されたいんか。お前可愛い配信者にローマ字で下ネタ書いて読ますみたいなことすんな。俺におるけど、あれで性欲満たそうとするやつ一番きしょいね。そう、セレナっていうかね、そうしてんのなんかの人いるみたいなんですけど、うん、反抗操作や。
放送再生員かしら。セーフセレマのセーフセレマのレーフセレマのレーフセレマのマフセレマのマフセレマの3つ合わせてセレマ願望再生セレマですや。愛の鐘安らぎの鐘ウェルゴーウェルゴー感動総裁ウェルゴーじゃないで、そっちじゃないで、やるけど冠婚葬祭の違う CM。 なんで冠婚葬祭の CM ってあんなキャッチー。保険実技特攻 HG HG ってお前ハードゲイか、お前そういう、はい、HG、 うん、ハイグレードじゃなくて、うん、ハードゲイやろって言ったの。ほんまに絶望を味わってる人間って音楽も聴けないんですよね。いや、もうびっくりしました。初めての感覚でした。まあ泣いたんですね。ちゃんと泣きました。結構大号泣したと思います。はい。